はい、皆様どうもこんばんは、ごきげんよう、ライデンです。マルキのライン4、続けてやっていきましょう。で、やっていくんですけど、ちょっと前田ランチの効果切れたんで食べに帰りまーすっていうね、多分あるあるだと思うんですけど。仕方の順序を忘れた。君には聞かなかった。イエーイ。このパーティー案外強いかもしれない。案外って言ったら失礼だ。どこから入ってきたっけ。そこあれだな、一瞬降りれるな。あ、こっち、すごい、これめんどくせえ。すみません、外ちょっとバイクが通っております。マイドランチを食う食いに戻るって、まあ多分あるあるなんだろうなと思ってるんですよ。あれ、行けないじゃん。もうあいつを貫通する攻撃手段を私は持ち合わせていない、残念ながら。遠いな、遠い遠い。あれ、戻ってきてる。あれ、迷ったな、完全に。迷っちゃった。もう割り込まれて、うわぁ、めんどくせぇよ。そうっすか。寝てるのにカウントはできるのすげえ。貸し金強。あそこにもなんかアイテムあるわ。見つけてしまったわ。ちょっと一回戻るわ。黒い宝箱初めて見た。あ、ちょっと待って、シルさんのやつがいる。そういうことができるのね。で、一旦か。なんか捕食者って強いのに得られる経験少ないですよね。ああ、そうだ、ここ行き方わかんねえんだ、結局。別のところに入り口ありそう。ちょっと待って、ってことはさ、コースト間、違う、どっちだ、コースト間と多分行けれんのだと思われる、わかんないけど。あらららららら。ちょっと、もう一箇所秘密の入り口がどこかにあるはずだ。そんなものはないか。ちょっととりあえずマイドランチ切って。
団体じゃねえか、殺すぞって、まあ、それはね、コロナの観点から言うと団体ではちょっと控えていただきたいところ。腹減ったなぁ。それで MP、MP 上昇か。どこかに秘密の入り口が。まあちょっと探索してなかったらもう素直に先進みますね。まあでもなさそうなのなさそうなんだよなぁ。その辺通るに寺だろうしないしな。まあいいか、ちょっと諦めて進みましょうかね。諦めが悪い。行こう。なるべくコピックを使ってもいいんですけど、まあちょっとなるべく戦闘は避けていこうかな。なんか他に、あ、間違えた。上なんだよな。隠し通路絶対あるやろ。謎だ。うん、いいですね。で、あ、めんど。通れねえじゃねえかっていうのをやりましたね。やったのに。何？いや、いい。殴られ損だけどいい。カモンカモン。なんだこいつ。はい、行きまーす。あ、ショックついた、いいね。ひるませたってなんかちょっとなんか違うあれを感じるんだけど。ひるませた、縮み上がったってことでいいかな。ちょっとなーに、ダメ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 。ほんとに最近ちょっと発電気をつけてないでな。まずいですよ、まずいですよどころじゃないから。品位を疑われる。弱虫、うるせえ。戦略的撤退だ、弱虫ではない。時には引くことも大事だ。攻めるばっかりしてるからみんな疲れちゃう。あれ、あれ、あそこぐるっと回ってこんといけないのかな。あ、やべ。今のショックで継続？じゃなかった。よし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 。ぐるーっと回ってこんといけないのがめんどくせえ。ちょっと待った。うわ、行ったんか。うん、特に行けるところがないぞ、ここ。そんなにわかんない。ないわ。
ん？でも無意味じゃない？そしたらこの仕掛けが、え、絶対なんかあるでしょ他に。ない。本当にない。全くもっと無意味な仕掛けだ。時間を浪費させる作戦か。わあ、めんどくせえ。あ、ミスった。間違えた。プププーンだぞー。次に押すボタンを間違えました。ポー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 ンって昔ありましたよね。まだ覚えてる方いるかな。で、これかな。めんどくせー、丸くなってか。またこうやって出てきちゃった。そんなに強くない。あの状態で倒すと経験値美味しいな。あ、行くところがねえぞ。よしよし、やっと順路にたどり着いたわ。よしぐるっと一周せんといけないんだ。マジだるかった。ちなみに上行けたりするんかな。さて行ったか。行ったな。もうマイドランチの効果がいつ切れてもおかしくないぐらい戦ってるからね。よくね、どっか行けるわけではないんだね、これは。お月なんかいろいろ解放できるぐらいになってるけど。あ、今ステータスいじれねえ。そっか。今しっかり経験値貯めとけよっちゅう。あれか。あれ、こっちだったっけ。ちげえや。上だわ。全回復。罠だったー。うわー、ここで魔法超えた。うわー、ザクロめちゃくちゃになってる顔が。ああ、よかった。ちょっと今一瞬マイドランチの効果切れちゃったかと思いました。よし、これなんだ。すべての壁が下がったようだ。すべての壁が下がった。あ、ってことは、あ、で、これ取りに行けると。行こう。ごめんなさい。僕はそういうスタイルでやってるんで、お許しください。どうか、発展したアイテムまで僕を、お許しください。ちょっと戦闘避けよう。もうこの迷宮はさすがに2パートやると怒られちゃいそうなんで。違う。あれ？どこだ？よし、無事に戻れそうだ。ハンドルレバーなくなってんの笑うわ。あ、こっちか。
よし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 。なんだ。え、そこにあったんかい。本物でしょうね。それ触っちゃいけないやつだね、まず。え？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 だマジかまあごめんなさい、僕のやり方なんでつってやったのすべてあざ笑われました。はい、はい、でもなんで全回復があるんだろう、それが唯一気になるな。よし、ダッシュで戻る。この長い階段が絶対意味があるはず。うる、来た。なんだ、外が騒がしいぞ。まいどあもういいかな。迎え撃て、一気に通すな。年代物の大砲はまだまだまだ捨てたものではないな。おっさらさん、ご無事ですか？これは一体。私は何ともない。こいつらはおそらくマイドニウムに反応して暴走した、フォーミングロボットだろう。まだ進まない。ユーリーレイズ防衛に力を貸してくれ。こいつは、貸すしかないな。何か策とかありませんか？そんなものはない、作戦らし作戦か、しかしこの程度のロボットならこの大砲で一撃で破壊できるって、これフラグじゃねえかお前。お前にはこの4門の大砲を操ってホモミ型ロボットの進行を阻止してほしい。頼めるか。4門という3人しかおらんぞ、おい。お、俺ですか。いや、やるだけのことはやってみます。はい、あーまあどうしよう、攻撃力かどうしようかな。まあいいか、行くか。あとの皿は防衛に回れ。戦地の中でロボットを確保できさせてくれ。頑張っちゃうぞ。任せておけ。なんでこんなことに、とにかくやるしかねえ。セーブだろ。4門の大砲を使ってロボットを撃退せよ。砲弾を拾ってから大砲の前で徹底的で発射。中央のレバーを引くと一斉発射。無理じゃね？戦闘なるんか。これちょっと一旦ここで切ってもよろしいでしょうか。ですね、はい、ちょっとここで一旦切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ちょっとあまりの自分の攻撃力のなさにちょっとびっくりしてるんですよ。ちょっと一旦ここで切らせていただいてます。このまますぐ続きで続きが取れますので、よろしければ次回ご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。バイバイ。お相手はライデンでした。 See you。